古竜の血って何だと思いますか？姿形や能力も全く異なる古竜たちから共通して入手できるので不思議なんですよね、ということでありがとうございます。一応今のところ考えた想定したものは2つあって、まず1つ目からいきます。ゲーム中の都合だと思います。これがまず1つ目、そっちからいきますね。どういうことかっていうと、古竜の汎用素材だと思います。と飛竜の汎用素材とかあるじゃないですか。その飛竜から出てくるよくわかんない素材、何でもいいけどいっぱい出てくるみたいな、まあ簡単に言うと電気袋みたいなもんですよ。雷のモンスターからは電気袋が出てくるみたいな感じの素材が必要だったんじゃないのかなと思うのが、古竜の血がいろんなモンスターから取れるっていうのの、なんていうのかな、理由なんじゃないかっていうのがまず一つ。そう。で、あともう一つが、この話は今から世界観的な考察的な感じをしますね。予想です。厳密には古竜の血は全部同じなんじゃなくて微妙に違ってると思います。これ前の時にニガムシの話をしたと思うんです。前回覚えてますか？ニガムシは新大陸と現大陸で違うと、まあ、厳密に言うとライズとワールドはアイスボーンだけなぜかコガネムシの形をしているけど、今までのニガムシはアリのような形をしていたんだと。でもどうしてどっちもニガムシなんですかって話をした時に、自分が答えたのは、持ってる成分が多分同じだからですよって言ったと思うんですよ。だから全く同じ用途に使えるけど、全く同じのような成分がちょっと入ってるけど全部違うものを総称して古竜の血って呼んでるんじゃないのかなって思います。用途的には同じもんに全部使えるんですよみたいな、なんか、まあ、難しいですけど、あるんですか、赤い血には全部ヘモグロビンが入ってますみたいなもんだと思うんですよね。俺は多分古竜自体がそもそもコメントでもある通りよくわからないやつなので、よくわからない血としてひとまとめにしてあるんじゃないかと。そうそう、生成すると同じ成分が出てきますよみたいな感じなんじゃないのかなと思います。まあ多分ゲーム的都合なんじゃないかなと思ってるんですよね、古竜血に関しては。そうで、古竜でも確か出てくるやつと出てこないやつがいるんで、まあ何らかの違いは開発の中の頭の中であるとは思っているんですが、一応古竜の血に関して今現状の話で言うのであれば、まあ多分その似通った何かが成分としてあるがゆえに全く同じ用途で使えるものなのではないかと。そう、竜の涙とかって全員涙流してるけど絶対成分違うじゃないですか、あれ全員の。そうそう、そんな感じですね。多分あれですよ、あと雷袋とかも冷静に考えてみるとですけど、雷袋って絶対違うと思うんですよ。そうじゃないですか、火炎袋とか絶対違うと思うんですよ。俺リオレウスの火炎袋とアンジャダフの火炎袋が同じだとは思えないんですよ俺。そうでしょ、多分。だから似通った何かやと思うんですよね。モンハンって多分なんかこう研究をしてるわけじゃないんですよ。 あいつらは多分自分の武器と生活のためだけに生きてるんですよね、やつらって。だから同じ用途に使えれば何でもいいんじゃないかな、やつらっていうのが俺のすごい、そのモンハンをすごい古い世代と考えての発言なんですけど、これはそんな感じだから、別にレウスの火だろうがクックの火だろうが火として使えるなら何でもいいよみたいな。だからもしかしたら、例えばですけど、火属性の体験とか火属性の太刀とかでも A 君が持ってる太刀と B 君が持ってる太刀は全く同じ名前、全く同じ製法、全く同じ見た目なんだけど、実は A 君のやつはアンジャナフから持ってて、 B 君のやつは実は明けのシルバーから持ってると。だから実は B 君の太刀は同じように見えてちょっと威力が違うとか多分あると思うんですよね、本当は耐久度とかが違うと思うんで、っていうのはある気はします。そうそうそう、キオスエキスもレワルとギリオスで同じとは考えにくいんですけど、多分あれ生成できるもんが最終的にギリオスとレワルで同じになるだけみたいなね。そう、ちょっとまあ古竜の血の正体が何かって言われると話はできないんですけど、まあ古竜の血がどうして全員から手に入るのみたいな話をするのであれば、そんな感じでどうでしょうか。